あら、ありがとう。先生、ちょうどよかった。騎士団から連絡があって皆を集めたところよ。騎士団が盗賊どもを追い詰めたそうです。場所は赤き谷、ザナドとのこと。よし、腕が鳴るぜ。極悪非道な盗賊、俺がやっつける。カスパル、突っ走るのはいいが皆を危険な目に遭わせないでくれよ。私帰ります。どうせ役立たずですし、痛いのは嫌。大丈夫よ、ベルちゃん。私たちでも無事に討伐できる程度の相手のはずよ。敵戦力の分析もなしに奪還はいけないよ。あくまで騎士団がそう思ってるだけさ。まあ実際のところはやってみなきゃわからないし。適当でいいか。適当で。適当いけません。真剣です。協力して課題全うするしましょう。おしゃべりはそこまでよ。さあ先生、皆に出発の合図を。ベルナデッタ、君に話がある。話？何でしょう。このベルナデッタ、一切の悪事など。あ、少し落ち着きたまえ。何も怒ってなどいない。いやー、その顔は絶対怒っています。助けてください。だから怒ってなど。ああ、聞く耳も持たないか。いいから落ち着きたまえ。無理です。そうか、無理か。無理じゃないです。許して。話というのは君の引きこもりについてだ。君は引きこもりを脱せないと思い悩んでいることだろうが、この私にかかればすぐに解決できるとも。まずは私についてきてくれ。え？いや、遠慮します。結構です。遠慮することはない。引きこもりの貴族と蔑まれてきた日々にお別れできるのだぞ。そうすれば君も多くの出会いを持ち、貴族としての生き方が。ふざけんなです。絶対嫌ですから。断固拒否です。これは重傷だな。この手を取れないというのなら抱きかかえてでも。ベルは引きこもりのままでいたいの。邪魔しないで。え、おっと。手首をひねったか。もうダメだ。そんなことはしない。今のは私が。私やられる。やられちゃいます。はあ、出直した方が良さそうだな。
コアッパどもを引き連れての戦いか。コアッパが目の前で苦しむのも寝覚めが悪いの。時を巻き戻す力、お主にも使わせてやる。際限なく使いはせぬゆえ気をつけよ。